おはようございます。お父さん特定勤務権日記です。今日の動画も引き続き昨日の動画の箱根駅伝の映画を撮っていきたいと思います。今日先ほど往路が終わりまして、ちょっと往路の結果を見ながら、自分の予想と予想と噛み合わせながらどうだったかなみたいなお話をしていければと思います。で、まず今回の今日終わった往路の結果を載せます。ドン。僕が昨日上げた動画でトップ総合10位まではこんな順位ですっていうのを予想していて、そのトップ10校のうちの8校は入っていて、残り2校早稲田大学と明治大学はその予想のトップ10に入っていなかったという結果です。ただこの10位までプラス14位くらいまではもう混戦模様というかという形なので、ちょっとまだよくわからないですね。最終的にどうなるかっていうのは読めない部分かなと思います。予想の10個のうち8個入ったのでちょっとホッとしてますという感じです。で、プラス、ちょっと今日往路の順位のお話をしていくので、ちょっと順位変動の表をちょっと見づらいんですけど作ったので、プラスでここに載せておきます。順位変動です。はい。トップ、6チームくらい、7チーム、8チームくらいは本当に順位が入れ替わっていて、もうぐっちゃぐちゃになってすごい見づらい結果になってるんですけどっていうくらい、順位変動が激しかったで、往路優勝したチームから振り返っていきたいと思います。まず1位青山学院大学ですね。下に、総合順位と各区間の順位、区間順位ですね、並べていくので参考に見ていただけると嬉しいです。ちょっと文字がいっぱいですいません。本当にすごい盤石だったなという形で、区間賞が1個もなくて本当にみんながしっかりつないでブレーキなくつないだっていう感じです。飯田くんがまさかの4区っていうのが結構皆さん予想外で、5区の若林くんもしっかり走って1位をしっかり守って、2位以下に2分以上貯金を作ったっていう感じです。本当にあっぱれっていう感じですね。はい、ちょっとサクサクいきたいと思います。今日もライトに振り返っていきたいと思いますので、はい。で2位帝京大学、ここも結構2位に帝京とかを予想してた方っていうのはまだ往路が終わった段階ですけど、総合で2位まで行くっていうのを予想した方は少ないんじゃないのかなと思っていて、1区から本当に順調につないでつないで常に10位以上をキープしてっていう形ですね。遠藤くんと山の区間本当に強かったですね。5区が区間賞細谷選手、いやすごい素晴らしかったと。遠藤くんのシューズは個人的にどんなシューズだったのか気になりますという感じです。はい、次どんどん行きます。3位駒澤大学ですね。1区2区終わった段階でこれはもうこのまま逃げ切るんじゃないかっていうような展開だったんですけど、ちょっと3区から噛み合わなくてこの区間でちょっと順位も落として山で少し盛り返してっていう形です。いや田澤くんが本当に素晴らしい走りですね。期待通りの走りというか予想を覆すというか、1時間6分ですもんねっていう感じです。はい、後ろ1分以上この段階で話してたんですけどという感じです。ただまだまだこの辺りの3位までのチームは総合優勝あるかなと。特にこのマザーは袋が強いのでちょっとどうなるかなっていう感じです。はい、どんどんいきます。4位、國學院大学ですね。テレビ的にはそんなに目立たなかったというか、あんまりこうフューチャーされてる時間は少なかったかなと思うんですけど、本当につないでつないでっていう形ですね。多分2区もちょっと想定より遅かったのかなっていうところではあるんですけど、区間12位でこうなんでしょうね、ダメージを最低限に抑えて、なおかつ4区中西選手がかなり順位を上げてっていう形だと思います。ドンジ選手が区間9位っていうのがちょっと想定通りなのか、設定タイムとしてはどうなのかわからないんですけど、途中で放送の中で往路優勝を狙っていくぞっていうようなことを前田監督がおっしゃってたので、まあ、ちょっと総合往路4位っていうのは悔しい結果かもしれないんですけど、本当に優勝してもおかしくなかったかなというか、上位3チームどこかブレーキが起きたらいつでも上位を狙えてたチームなんじゃないのかなと思います。はい、サクッといきます。5位順天堂大学ですね。で、順天堂大学に関してはちょっとグラフもこう見ていただけると思うと分かると思うんですけど、区間18位1区スタートしてからどん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 盛り上げていって最終的に5位まで行ったっていう形です。で、正直視聴者さんからすると2区三浦選手でそこまでこう順位を浮上させることができず、このままどうなるんだっていうところで3区すごい盛り返しをして4区5区と、本当に盛り返していったなっていう感じです。ちょっとサクサクサクッと振り返りたいと思うので、はい、次いきます。6位
中央大学ですね。結構話題にというか、かなりロケットスタートの吉井くんから最後まで本当にブレーキなかったっていう形ですね。なんか青山学院は本当に上位のところでブレーキなく繋いで、中央大学はそのちょっと全体的な順位は落ちるんですけど、同じような繋ぎ方をしてこう最低ダメージ最小限に抑えて繋いでいったっていう形です。でも本当4区5区に関しては区間5位6位と本当に上位で繋いでるので、いやしっかり山対策準備できてたんだなっていう形。ちょっと袋どこまで粘れるかっていうのがすごい個人的には楽しみなポイントです。はい、で7位、東京国際大学ですね。ちょっと昨日の動画で 1,2,3 丹所君、山谷君、ヴィンセント選手で逃げるんじゃないかなっていうお話をしてて、まあ逃げたっていう形ではあるんですけど、いまいちヴィンセント選手があんまり予想よりは伸びなかったかなっていうところと、丹所選手のところでトップに立つっていう算段だったと思うんですけれど、そこで太田選手、青山学院がラストというか3キロくらいで仕掛けてかなり離していたので、本当に丹所選手は区間賞ではあるんですけど、ちょっと想定と違ったっていうところがそこだったのかなと思います。あと山がやっぱり少し準備がもったいなかった部分なのかなと思います。はい、どんどんいきます。8位、創価大学ですね。2区、ムルワ選手、4区、島津選手でもうすごい順位を押し上げたっていうような印象です。ただやっぱりこうなんて言うんですかね、この順位のデコボコ感みたいなものを見てると、ちょっとこうデコボコしてしまったのかなっていうところですね。ちょっと袋どこまで粘れるのか。9位、東洋大学、個人的には上位に来るんじゃないのかなと思っていたんですけど、1区がちょっと想定よりも出遅れてしまったのかなっていうような感じです。で2区、3区に関しては想定通りのタイム、5区の松山選手に関しては素晴らしい走りだったのかなと思います。4区がちょっと出遅れて、なんとかシード圏内にいるっていう形です。ちょっと袋どこまでこれも盛り返せるかっていう感じです。はい、で10位、東海大学です。木村選手が素晴らしいスタートをして、ただそこからちょっと勢いがあまり良くなくて、ちょっとグラフで見ると順位がガクンと落ちて、区間16位前後ずっと走行しているんですけど、山で何人抜き、7人抜きか、山で7人抜きをして最終的にシード圏内に入ってきたっていうような状況です。はい、各チームの振り返りはこんな感じで、総合的な順位で言うと、ちょっと冒頭のお話と繰り返しになるんですけど、シード圏内の順位が5時間29分台でゴールしてるんですけど、そこから14位の、国士舘大学までが25時間29分台なので1分離れてないっていうところなので、本当にシード圏内は混戦ですし、さらにその9、8、7あたりまでは本当にどうなるかわからないっていうところで、さらに何でしょうね、上位のチームに関しても2分、青山学院はリードはあるんですけれど、まだちょっとわからないんじゃないのかな、最後まで目が離せないんじゃないのかなっていうような展開になっていると思います。でちょっとサクッと終わりたいので、総括としては、区間賞が全部違うチーム、さらに本当に上位5チームに集まってるとかっていうわけでもなくて、上位10チームの中に本当にバラバラなチームにこうなってるかなっていうところです。で各区間賞を取った選手に関しては、1個は別ですけど、後ろの順位からかなり盛り上げてるとか、上位であればさらに後続を突き放すみたいな走りをできてるんじゃないのかなっていうところと、各チームその区間2桁っていうのが青山学院以外はあるので、その区間2桁で走ってる、区間で他のチームの選手が区間2位とか3位で走ると、それがこう区間賞並みにダメージが響いて順位が結構大きく変わってしまったんじゃないのかなと思います。はい、ちょっと本当まとまりがないんですけど、袋本当どうなるかわからないなっていうような、結果です。で僕がちょっと10番に予想してた早稲田大学と明治大学が、まあ、なんで外れてしまったのかなっていうところなんですけど、明治大学はちょっと昨日の動画で言った通り、ちょっとピークがやっぱり力を発揮できずに終わってしまったのかなっていうところですね。あと早稲田大学はちょっと1区の出遅れがかなり響いて、うまく歯車が噛み合わなかったのかなっていうところです。ただまだ袋力のある選手を残しているので、シード圏内までくらいまで、今11位ですけど、盛り返してくるんじゃないのかなと思うので、まあまとまりないんですけど、最終的には上位10チーム全部ぴったり当たったら嬉しいですけど、昨日僕が予想した順位通りになったらいいなと思いました。はい、
というわけで、明日も引き続き箱根駅伝楽しんでいきたいと思います。今日はサクッと往路の振り返りでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。では最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習直になのについて発信しています。よろしくお願いいたします。